はい、本日はですね、ジョンブルーの、チャリティー T シャツの紹介をしたいなというふうに思います。で、僕がこのゴールデンウィークの、10日間連続の購入品紹介というのをやってるんですけど、まあ、その中でも一番、皆さんに見てもらいたかった、アイテムなんですけど、それがこちらになります。で、こちらがですね、まあ、ダジャレみたいな感じなんですけど、チャリティーっていうのと、あとチャリの T シャツっていうのをかけてチャリ T シャツっていう風になってるらしくて、まあこれは何のチャリティーなんかって言ったら、去年2018年に西日本の豪雨だったと思うんですけど、その時にまあ岡山県とかが、ジョンブルの会社があるんですけど、その工場とかが、まあ、浸水したりとか、まあ、もちろん近所の方とかで被災された方とかもいらっしゃるっていうことで、まあ、復興を同じ岡山としてやっていこうというところから始まったようで、デザイン自体はヌカっていう、まあ、これ福祉団体になるんですけど、障害のある人たちが、この一つ一つのデザインを書いて、でジョンブルが T シャツを作るっていう感じになってるので、デザインはその、団体の人たちが、書き貼ってイラストレーターとして書き貼るんですけど、 T シャツの制作自体はジョンブルがやってるので、これがですね1枚で1800円プラス税っていう非常に安い値段なんですけど、その、売上金っていうのは、まあ、全額、寄付するという形になっているので、まあ、2000円例えば寄付するんやったらもう、T シャツ買って、で自分も T シャツ着れるし、で、まあ、2000円分ぐらい寄付もできるっていう感じになってて、まあ、細かく言うとそのヌカっていうそのデザイン料としてはその一部はヌカという法人には行くみたいなんですけど、ジョンブルには一切お金は入らんと寄付という形で、まあ、売り上げが寄付されるんですけど、僕は別にジョンブルの回し物でも何でもなくて、普通に自分がそのストーリーというかその仕組みがいいなと思ったので、まあ、僕は買ったっていう感じになるんですけど、まあ、細かいところで言うと1800円プラス税っていうところで、僕はあんま正直クオリティはあんまり気にしなくて、まあ、デザインが可愛いなと思って、まあ、買ったのプラス、まあ、寄付にもなるなと思って買ったんですけど、まあ、やっぱりジョンブルが T シャツを作ってるっていうだけあって、この胴のところに縫い目っていうのがなくて、基本的に T シャツってこの脇のところの下にかけてこの縫い目があったりすると思うんですけど、まあ、丸胴って言ってこれ縫い目がない状態になってるんですけど、僕が今着てる T シャツ、これはノースフェイス のご当地 T シャツなんですけど、これは、ここの横側に縫い目がある状態になってるんですけど、まあ、これは縫い目がないっていう感じで、まあ、こっちの方がよりフリーに動けるっていうので、こっちの方がいいってよく言われるんですけど、まあ、それぐらい、ジョンブルが T シャツを作るのに力を入れてる。でデザインは、その障害のある方が描いたデザインっていうのがこう、まあ、マッチして、でそれの売り上げを岡山に寄付という感じにやってるみたいで、まあ、サイズがですね、これが SSSMLXL っていうのがあって、でさらに、子供用もあって、90センチ100センチってあるんですけど、まあ、僕はですね子供いてないんですけど、将来の子供にって言ってもう100センチの T シャツ買っちゃって、でこれも全く同じデザインで、子供用もあるし大人用でレディースも着れるっていう感じになってて、僕がこれ M サイズで、子供がこれ100センチなんですけど、100センチで、これは嫁像なんですけど、嫁像が SS っていう感じで、購入しました。で、まあ一回着用見てもらいたいなと思うんですけど、どうぞ。はい、という感じで、まあ、シンプルで後ろとかは別に何もないんですけど、まあ、この前のこの T シャツが可愛らしいなと思うので、まあ、デニムでも合わせれますし、まあ、ハーフパンツがでも合わせれるんで、1枚、あってもいいなっていうので嫁像と一緒に購入したという感じになります。で、基本的にオンラインとかでやったら SS から XL まで全部多分サイズはあると思うんですけど、90センチ100センチの子供用がオンラインは確かなくて、多分店舗に行ったらあると思うんですけど、僕らはこれは南千葉、大阪の南千葉のジョンブルでこの子供用も購入してるので、まあ、店舗に行けばあると思うんですけど、はい、一応オンラインでは、大人用もあります。で子供用は多分店舗にしかないかなというふうに思います。はい、で、まあ、この T シャツ自体が別に最近売り出したわけじゃなくて、去年の豪雨の時の被害に向けて出したんで、もう去年の時点であったみたいなんですけど、僕知らなくて最近したので購入したっていう感じになってます。はい、ということでですね、まあ、僕は今回この動画を案件で受け取ってるわけでもないですし、僕がいいと思って自分で購入して、で、まあ、将来の子供に向けても購入してるっていう感じになってるので、特に別にそれで
今こうやって進めたから僕に売り上げが入っていることはないんですけど、まあ、なんかこうせっかくあの同じあの服好きな人が多分見てくれてると思うので、まあ、服が好きで、でまあ日本国内でそれ服買うことで誰か助けれるんやったりしたら、まあ、いいかなと思って、まあ、今回動画に撮らせてもらったという形になります。一応あの動画の説明欄のところにあの URL 貼っとくんで、まあ、そこから多分購入できると思うんで、気になる人はよかったら見てみてください。ではですね、本日はジョンブルのチャリティーの紹介をしてみたという動画でした。以上、ありがとうございました。